暗いかな。ちょっと暗いよね。暗いかな。どう映ってるかな。暗いかな。暗いですか。ちょっとやっぱり暗いかな。意外といけてるのかな。どうなんだろう。マシュマロありがとう。アメちゃんありがとう。可愛く映ってる。ありがとう。こんばんは。ハートありがとう。暗めだよね、やっぱり。そうだよね。こんばんは。だるま、ありがとう。あ、今大丈夫かな。今大丈夫。ちょっとマシになった。こんばんはです。こんばんは。まず、今日ティーンズユニットの中間発表があったんですけど、見てくださいましたか。見てくださいましたよね。そうですよね。あの、私は皆さんのおかげで、あの、中間発表は2位をいただいたんですけど、あの、まだ 3週間あって、約2週間かな、今日まで、昨日までか、昨日までの投票にありがとうございます。でもまだまだこれからなので、本当にランキングもいっぱい変わると思うし、3週間もあるし、不安な気持ちもあるんですけど、ひとまず今日までは本当にありがとうございます。そうなんです、まだ長いんです。あと3週間あるんです。そうなんです。本当にどうなるか分かんないですし、どうなるか分からないので、本当に本当に、そうですね、あと3週間は中間で2位をいただけたからには、1位を目指して頑張りたいですし、ハートありがとう。そうですね、もう本当にわからない。3週間もあるから本当にわからないけど、どうなるか。
そうなんです、わからない、10位にいるかもしれない、例えばね例えばハートありがとう、本当にわからないので、歯車ありがとう、ハートありがとう、引き続き残り3週間私に力を貸していただけると嬉しいです、よろしくお願いします。 X もさっき上げたので、票数出てないからみんな僅差かもしれないしね、本当にそうですよね、1票ずつ差かもしれないですもんね、わからないので、アメちゃんありがとう、マシュマロありがとう、そうです、皆さんのお持ちの1票が本当に大切な大きい1票なので、本当にぜひ森本くるみの応援よろしくお願いします。ハートありがとう、マシュマロありがとう、のごまめが届いてる、ありがとうございますありがとうございます、マシュマロありがとう、あ、今日リボンつけてない、リボンつけよう、オッケー、お寿司美味しかったよ寿司美味しかったです、アメちゃんありがとう、マシュマロもありがとうございます、あ、口紅塗った口紅塗った、なんか暗いからかな、めちゃくちゃうん、顔違く見える、お花ありがとう、マシュマロありがとう誰もありがとう、お花ありがとうとにかく私のメールをと X を見て、ちょっと改めてちょっと私の思いをちょっと受け取ってもらえたらなと思います、ハートありがとう、マシュマロありがとうございます。
伝えれてるかな伝えれてるかわからないけど、そうですね、3月はトーク会もあるので楽しみですね。トーク会、そう、トーク会、タクシー会、ツーショットはないですね今月お待ちしてますね、トーク会ありがとう、ハトありがとう、アメちゃんありがとうハトありがとう、誰もありがとう、くまちゃんありがとう、くるみはね、今月も応援に出たりとかショールームしたり、個人のアカウントはないけどちょっとみんなとつながれるところだったり、みんなを楽しませれるてるかわからないけど、楽しませて、楽しいって思ってもらえるようにしかできないけど、なんて言うんだろうみんなに楽しいって思ってもらえるように頑張ることしかできないから、くるみがなんていうの、頑張ってできるもん、くるみだけでできるものじゃないからだるまありがとう、そうです、明日は制服の目、よろしくねよろしくね、そうですね、あと体調管理気をつけます、体調を崩さないようにいつも万全でいられるように眠いのかな、全然眠たくないですよ全然眠たくないよ、眠そう、メイク薄いからね、私なんかメイク薄いと眠そうに見えるんですショールーム、多分しかも下に向いてるから、コメント見るのにね下を向いてるから、ここを見てたら目パッチってなってるんだけど下見てるから余計多分眠そうに見えてるんですけど、本当に全然眠たくない、よろしくお願いします、ハートありがとう、マシュマロありがとう、おお初制服の目
よろしくお願いします。あさってのエス公演よろしくお願いします。体調管理は手洗いが一番有効。あ、そうなんだ。手洗い、俺はここ数年風邪にもなってない。そうなんだ。あの、私は最近あの R1 を飲むようにしてます。なんかいいって聞いていいって聞いて飲むようにしてる。そう、下向いちゃうとね。ここら辺にコメントがあったらあれなんですけど、眠そうな感じする？本当に眠たくない。どうしたらいい？あおちゃんありがとう、マシュマロありがとう、かわいいありがとう。手洗いうがい元気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 、手洗いうがい元気元気、睡眠保湿手洗いファイト。睡眠保湿手洗いファイト、いいですね。キレートレモンいいよ、最近飲み始めていい感じ。キレートレモンね、なるほど。腸活大事です、大事です。あ、そう、 R1 赤いパッケージのやつ。あ、そうです、そうですね、そう。コメントがここら辺にあったらこうやってこっち見てこうやって出てきますけど。リップの色変えた？いつもと違うの使ってる、すごい。ありがとう、あめちゃんありがとう。R1 とヤクルト1000いろんな人が言ってるんで、ヤクルト1000はあんまり私飲まないんですよね。そうなんです、あんまり飲まない。たまになんか差し入れとかね、なんかいただいて飲むみたいなことはあるけど。R1 ブルーベリー味あるの？ブルーベリー味あるの？知らない。え、飲んでみたい、気になる、ブルーベリー味。あめちゃんありがとう。ストロベリー味もあるの？いちご？あるわん？え、見たことない。え、飲んでみたい。睡眠に困ってたヤクルト1000だよね。あ、そうなんだ。思いを届け、ありがとう、買った、ありがとう。最近は抹茶味の青汁も飲んでる。え、抹茶味なら飲めそう、青汁。よし、ブルーベリー衣装でブルーベリー味飲んでね。いつか。プレーンの赤いやつしか飲んだことない。ね、私も赤いやつしか飲んだことない。これ届いてるよっていうの。届いてるよ、ありがとう。あ、ありがとう、ありがとう。砂糖なしまった。なるほど。コンビニはない、スーパーならある。え、今度見てみよう。マシュマロありがとう。カエリもありがとう。もうピコポコってした。
正規面のようにいろんな公演にこなしてるけど余裕すぎて、私余裕そうに見えてる？余裕そうに見えてるのかな。私も R1 飲んだらクレミみたいにキリキリになれるかな。なれるよ。アグルもありがとう、アメちゃんありがとう、お花ありがとう。抹茶味の青汁と牛乳で割ると美味しい。え、絶対美味しい。なんか青汁って思わずにごくごく飲めそう。ハートありがとう。明日劇場3連続だからくるみの美しいパフォーマンス2連続で見れるの嬉しい。嬉しい、2回もあるの、よろしくね。ありがとうありがとう。実はすごい頑張ってるよね。頑張ってるかも。自分で言うことじゃないよね。頑張ってるって、うん。頑張ってるかも。マシュマロありがとう。余裕かどうかわかんないけど、いろんな公演ポジションをすることには慣れてきた。どうなんだろう、慣れたのかな。でもなんか最初よりは多分慣れてるんだとは思うんですけど、どうなんだろう。どうなんだろうね。なんかいつも同じ気持ち。ドキドキ緊張は同じ感じかも。R1 飲んだらクリームみたいなもちもちほっぺに慣れるかもしれない。くるみのほっぺた R1 でできてるのかな。ハートありがとう。公園での愛のホログラムすごく良かったよ。嬉しい。余裕というか表情がいいよ。ああ、表情がいい、嬉しい。アメちゃんありがとうございます。うん、余裕かは分かんない。私も別余裕なんだろうけど、あの公演が始まったら多分大丈夫なんだと思う。ハイトーとかの栄養ドリンクは16歳から飲めるよ。ハイトー一発。じゃあ僕が代わりに言おう。頑張ってる、超頑張ってる、ありがとう。マシュマロありがとう。公演前の緊張今でもまだするんだ。こう、あのポジション、初めてのポジションとか久しぶりのポジションとか、ちょっと公演期間空いたとか、最近はないけど、まあ、S とかだとちょっとこの前空いてたじゃないですか、とかだと緊張する。緊張してる実は。さらに進化してるけど、初アンダーくらい余裕に見えましたよ。確かに初めての時よりは、あのちょっと余裕は出てるんだと思う。それは変わってなかったらあれだもんね。そう、それは。明日よろしくね。今昨日の K2 公演の愛のホログラム見てます。おお、ありがとうございます。くるみちゃん見つけてもらえましたか。このほっぺが R1 でできてるならこれからも飲み続けてほしい。はい、了解しました。飲み続けたいと思います。マシュマロありがとう。ハートありがとう。応援し始めた時からずっと頑張り続けてるね、ありがとう。
ねえそう本当にこんなになるって2年前の私は思ってないと思います。本当に本当に本当に誰もありがとう。余裕というか堂々としてる感がすごい、感じがすごいよね。堂々としてる感じする。マシュマロありがとう。ハートありがとうございます。自分でいつもカチコチカチコチっていうくるみ可愛くて好き。ありがとう。明日見に行きますね。お待ちしてます。あとありがとう。レインボースターありがとうございます。はい、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。くるみちゃん、ね、最初の頃ね最初の頃ね、あの本当に本当の最初の頃を知ってくださってる方はねこんなになるとは思わなかったよね。でもまだまだこれからです。これからも頑張ります。身長高くなったと思う多分公演デビューとか初アンダーとか過去の自分にアドバイスしてあげられるとしたらどんなこと言ってあげたい？そのまま頑張ってって言って言うと思う。でもなんか初めてのアンダーどの公演もなんか後悔じゃないけど、なんて言うんだろう、もっとこうしとけばよかったみたいなの全なんかあんまなくて、 S も K2 も E も頑張ってたから頑張れって多分言う。過去の自分に会うなら、よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりますね。皆さん今日もありがとうございました。今日もお疲れ様でした。おやすみなさーい。ありがとうございました。投票してくださった方本当にありがとうございました。引き続き3週間よろしくお願いします。おやすみー。またねー。バイバーイ。X 見てね。よろしくお願いします。またねー。